チャーコンバディアブリン。ボンバヤロキリュウでござんす。日本の伝説、パワースポット巡り4の巻は、2021年6月30日に、高知市春野町西分3522にある、六条八幡宮へ行ってまいりました。ここ六条八幡宮は、紫陽花神社として有名でございますが、ご祭神は、 本田和家の御事こと、大神天皇でございます。大永久年10月15日に、京都サメガイ八幡宮より、御分霊を移して迎えた八代とされています。さて今回は、神話での伝説をもとに、二つの考察をしてみます。一つは、日本書紀や古事記記載の 漢字の読み方難解な漢字の読み方から音読みと訓読みについてそしてもう一つは現在お偉いさん方の間で揉めに揉めている女系天皇についてでございますですがその前に六条八幡宮の素晴らしい紫陽花についてご紹介をしておきましょう春の朝は 地元高知ではアジサイ街道のある場所としてとても有名ですそのアジサイ街道の近くに位置する六条八幡宮毎年6月頃から下旬までの間花の見頃を迎えるようです境内にはいろんな種類のアジサイがきちんと手入れをされて植えられており品種がわかるように手書きのネームプレートが添えられているとのことです お宮の脇にある小高い場所には珍しい山アジサイもあるようです。Facebook 六条八幡宮のページで毎年紫陽花の咲き具合を知らせてくれています。お宮の花は次の年もきれいに咲かせるために毎年6月頃に刈り取られるようです。今年は6月27日に選定されたようで 残念ながら私の言った三十日は選定後となり見事なアジサイの花を見ることができず残念でございました残念でした。来年運よくまだ私が生きていればぜひ、開花時期に見に行きたいと思っていますそれではまず漢字の音読み訓読みについてです皆さんは 音読みと訓読みの違いをご存知でしょうか。とても簡単な違いです。先ほど私はヤシロと社会の社の字を読みました。音読みで社、そして訓読みでヤシロとなります。もともと日本は中国の漢字である文字文化を朝鮮半島を経由し輸入しているらしい。現在も その恩恵を受け漢字を使っています。それゆえに、音読みとはもともと中国語としての漢字の発音に基づく読み方で、訓読みはその漢字の持つ意味を日本語に翻訳したところから生まれた読み方となり、日本ならではの音読み、訓読みとなっているようです。ですから、 音読みはその発音に中国語の特徴を残しているのに対して、訓読みにはそういう特徴はないようです。このことを利用して、音読みと訓読みをある程度見分けることが可能のようです。打測ではございますが、我が国の国名である日本の漢字の読み方ですが、日本と日本、どちらが正しいのかを知っていますか 答えは結論から言うとどちらが正しいということではなく両方の読み方があるそうです。一国の独立国家である国の名前がどちらでも良いって苦笑します。<laughs> まあ、日本の国旗である日の丸が国旗として、そして君が代が国家として正式に法制定されたのもつい最近の 平成11年のことですしまた日の丸の正式名称は日正旗ということ日本人としてどれだけの方がご存知かと疑問を持つところでもあります <laughs> そして2つ目の女系天皇についてですが六条八幡宮のご祭神は本田和家の御子とこと王神天皇であり 高知市春野町西分の総宇神とされています総宇神とは皇室の祖先神のことになるようです同じように通常日本皇室と日本国民の総宇神は天照大神であるはずなのですがなぜ大神天皇を総宇神 いわゆる皇室の祖先神として祀っているのか皆さん疑問に思いませんかそれは王神天皇が後に断慶断絶した仁徳天皇皇統と現在まで続くといわれる慶太天皇皇統の共通の男性祖先であるとされているからのようです。そのため 後世に皇訴神として王神天皇が祀られることになったようなのです。先にも述べましたが、皇訴神とは皇室の祖、親とされる神様のことで、本来天皇の皇訴神、先祖としては、アマテラス大神という女神のはずです。 時の権力者の都合により、皇祖神を二人も作ってしまっているわけですよね。そして現在紛糾している女系天皇、日本の皇祖神はもともと女性だったわけなんですけど、と考えると日本は本当に不可解な国だと思いませんか。 ということで今回は高知市春野町西分にある六条八幡宮へ行ってきて思ったことや感じたことをテーマにしましたが私は専門家でも学者でもありませんので一個人の感じている現在の日本の状況への疑問提起程度にお考えください答えを出すのはこの動画を今見ていただいている あなた自身にお任せをいたします。よろしくお願いします。最後までお付き合いをいただき、ありがとうございました。ありがとうございました。ジャムタ <laughs>